久保さん、久保さん、みんなやらないですね。みんな通行止めですよ。みんな通行止めですね。久保さん、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 懐かしいですね、ここ。久保さん、あそこにキットがいたような気がするんですけどね、あそこら辺にね、キットが。久保さん、多分ね、あそこら辺でちょっと話したと思うんですよね。懐かしいですね、ここね。多分ね、僕あっち側に止めたんですよね。で、久保さんこっちでね。そう。懐かしいなぁ。今日快晴です、快晴。快晴ですよ。多分ね、ここら辺で喋ってたね、ここら辺で喋ってたような気がしますね。なんか懐かしいですね。はい。まあ、ということで、走ればどこでも行けるんですけど、みんな走らないですよね。久保さんね。いやー、天気いいね。今日雲。あ、ここですね。宝塚北ですよ、久保さん。思い出の地、宝塚北に来ましたね。快晴でございます。なんか食べようかな。いやね、どんなに遠い道でもね、車でね、宗谷岬まで行けますから。踏めば、本当に踏めばね、行けるんですよ。だってあれじゃないですか、まあ、高速走ってたら軽自動車もあればフェラーリもあればいろいろありますけど、踏めばね、前に進むんで。宝塚来た、はい。まあ、いろんな車ありますけど、踏めば前に進んでますから大丈夫ですよ、ね。そう、何食いますか、久保さん。明石焼きですか。まあまあ人いますね。いや、懐かしいなぁ。これ何年ぶりですかね、ここね。もうあれから2年ぐらい経ちましたよね。あれから2年ぐらい経ったような気がする。多分ね、あそこで僕たこ焼き食ったような気がする。買って最後、僕あそこら辺に車止めましたね、最近は。ね、何でしたっけ、フェスですよね、フェス2034フェス。3分だ。あんまり長くなるとね、動画アップロード重くなるんで。いやー、天気いいっすね。まあ、こういうなんかね、紹介してもいいわけですよ。ネタがないとかあるじゃないですか。ネタあるじゃないですか。ね、手羽先屋さんですよとかね。まあ、このホットドッグ売ってますよと。でもやってないと。ね、ネタあるでしょ。ここに来ないと撮れない映像っていうのがあるわけですよね。どっか行けばネタですよ、もはや。ね、久保さんね、どっか行けばネタですよ、それが。いや、ちょっと久保さんのキットを止めたあたりで終わりましょうか。ここら辺でね、こう、あそこですよ。今キットはないけど、はい、ということで、やりましょうって形なんですけど、まあ、なんすかね、やれば、まあ、ちょっとタイトル考えます。とりあえずやれってことなんですけど、もうバイクでもいいわけですよ。バイクでもね、バイクでも前に進む、バイクでも前に進んでるでしょ。踏めばラーメン食べようかな。これもなんかうまそうですね。宝塚はちみつヨーボリーノ、なんかありますよ。いっぱいありますね、ここね、いっぱい。あ、そうそうそう、みんなでオフ会した時は、みん
なでオフ会した時は多分ねここの中でやったと思いますね。神戸牛コロッケ、神戸牛コロッケもうまそうですね。うまそうです、神戸牛コロッケ、うん、はい、ということでちょっとご飯食べていきたいと思います。では